それではね、エンジン始動してちょっとね走っていきたいと思います。走れるかな、ちょっと微妙だよね。1200、300ぐらいかな、アイドリングで。排気温度がまあ200、一番低いところ。年圧が 4.5、 水温55で、あと気温が57とか、まあ、いいんちゃうこれ。アイドリング1400ぐらいで、空燃費本当は見てセッティングしたいんですけど、空燃費今センサーね前ポロって取れちゃって、アイドリング高いんで、アイドリングの調整をね、やっていきます。今一番の問題になってるのが、アイドリングがね、1500回転と、まあ、5、600回転ぐらい高い状態になってます。これをね、なんとかしたいっていうので、ちょっと考えていきます。